ネットで見つけた怖い話。第6405話、落ち武者。飛んだ資金能力者の話を一つ。俺の友人に、とても霊感が強い奴がいた。ただ強いだけでなく、側にいる人間。全員ではないが、もみえてしまうほどだ。俺が霊感少年浦と出会ったのは中学の時。その頃から、そういう意味で有名だった。中2で同じクラスになり、好奇心旺盛な俺は、早速話しかけ。一緒に霊所スポットへ行かないか?と誘ったのだが、浦は見える能力のせいか、自分からそういった場所には決して近づこうとはせず、それどころか、かなりのチキン野郎だった。でも、どうしても自分の目で幽霊が見たかった俺は、夕方に浦を遊びに誘った。そして、男子数人と首吊りがあったと言われる公園へと、うまく誘い出すことに成功した。しばらく公園をうろついたが霊なんて出る気配はなく、諦めかけていた時。ああ、やっぱり幽霊なんて出ないな。誰かがポロッと言ってしまい、浦に今日の計画がバレてしまった。最初はふてくされていた浦だったが、全然怖い感じしないし、みんないるから今日は出ないよ。と浦が言ったので、その日は帰ることにした。ところが、ネタを明かしても怖がらない浦が面白くなかったのか、幽霊が出ないからか。みんなで浦をからかい出した。ここは落ち武者の霊も出るって有名なんだぜ。と俺が言うと、面白いくらいに怖がるので、みんなでどんどん話を大きくしていった。それで、血を流した落ち武者が手招きを。やめてよ。やめてよ。怖がる浦を見てうししと笑っていると。なああれなんだろう?木陰の隅を刺して誰かが言った。え?なになに?わかんないよ。中には見えていない奴もいたが、俺と最初に見つけた工事には、はっきりと手招きする血まみれの武者が見えた。それを見て大声で叫んだ浦は合図にパニックになり、みなちりちりにその場を逃げ出した。俺は、次の日に知恵熱を出し、学校を二日も休んでしまった。二日目の夕方学校帰りの工事がお見舞いに来てくれた。俺が呪われたのでは?と心配したらしいが、俺自身はすっかり元気になっていた。話題はもちろん公園の落ち武者。工事はひどく怯えていたが、俺は、思ったより平気だった。それどころか、何か引っかかっていた。それでさ、学校は落ち武者の例の話で持ちきりで。落ち武者の伝説がいっぱい出てきてさ、俺なんて見ちゃってるから怖くて、話題に入れなかったよ。裏なんて超チキンじゃん。ビビりまくって学校早退してたよ。工事の話を聞いて、無理やり連れて行ったことを改めて悪いと思った。工事と落ち武者について話し合っていて、あることに気づいた。工事が見ていた落ち武者と、俺が見た落ち武者が違っていたのだ。首がなくて全身血まみれ、大きく手を振っていた。と工事は言ったが、俺が見た落ち武者は顔があったし、手招きは指だけだった。そして幽霊を見たということで忘れていたが、落ち武者は、あの時俺がついた嘘だったことを思い出した。落ち武者なんているわけないのに、俺たちは落ち武者を目撃した。この謎が解明されたのは、数ヶ月後の廃病院での事件の後、話が長くなるので端折らせてもらうが、浦和霊能力者ではなく超能力者だった。自分自身に、幽霊がいる、という暗示をかけ、パニックになると、その暗示が周りに伝染するのだ。見ている幻覚はここがイメージした霊なので姿はバラバラ。落ち武者、と全員にポイントが伝達されていれば、ここがイメージした。落ち武者が見えるのだった。裏のこの能力に、俺と工事は卒業までよく振り回された。その話をまたの機会に書きたいと思います。それでは。ネットで見つけた怖い話。第6406話、廃病院。資金能力者の話を書いたものですが、この前端を追った廃病院の話を最後に一つ。落ち武者、
事件から数週間後、浦はかなり周りから気味悪がられていて、クラスでも浮いてしまっていた。その上、落ち武者。事件を聞いて面白がった先輩グループに落れ、廃病院に呼び出されていたのだ。行きたくないけど、行かなきゃいじめられる。唱えていた浦を見て、俺は、本当に申し訳なく思った。助けることはできないが、せめて廃病院に一緒に行ってやることにしたのだ。罪悪感があるとはいえ、そんなに仲良くない奴に、そこまでしてやるほどいい奴ではなかった。けど、落ち武者。事件の謎が未だに引っかかっていた俺と浩二は、純粋に裏の能力が気になった。先輩たちを含め男女10人ほどが、廃病院に集まった。散々病院内を歩かされたが何も出ず、散々嫌味を言われた後、女性を怖がらせてイチャつきたかったのか、急に百物語をすることになった。ここからが大変。百物語が進むにつれて、裏の顔色が悪くなっていった。まずいなと思っていた時、キャー。と女の子が突然叫んだ。振り向くと、無数の手が壁から生えていたのだ。一瞬で消えたのだが、それをきっかけに、コージー以外皆チリチリに逃げてしまった。コージーも逃げたかったんだろうが、腰を抜かした俺に腕をつかまれ逃げれなかったのだろう。これじゃあ、落ち武者、の時と一緒だ。と思ったが、ビビってしまった俺は、謎なんかより、この病院から逃げ出すことしか考えられなかった。コージーと共に窓から逃げようとしたがなぜか開かない。割ろうとしてもガラスが割れない。しかも、どこからか先輩たちの悲鳴が聞こえてきていた。パニックになりおろおろしていると、コージーが、母ちゃん、母ちゃんがいる。と突然言い出した。アホだからとうとう幻覚が見えたか、と呆れてコージーを見ると、本当にコージーの部、と思われるおばさんが、歩いていた。しかも、そのまま消えてしまった。もちろんコージーの母は健在。会ったことはないが、なんで、今の見ただろ？母ちゃん死んだのか？隣でコージーがパニクっていたが、俺は、逆にコージー部のおかげで、さっきまでの恐怖心はすっかりなくなっていた。コージー、お前の母ちゃんはパンチパーマで、ピンクのシャツにスーパーササイの袋持ってたよな？はぁ？お前何見てたんだよ。俺の母ちゃんそんなダサくねえよ。コージーの言葉で確信した。コージーはさっき百物語で、母ちゃんの話をしていた。百物語の意味を知らなかったから、そしてアホだから。無数の手も、入ったら出られない廃病院の話も、誰かがしていた。これが裏が思い込みで生んだ幻覚なら、落ち武者。事件の話も納得がいく。答えが分かればあとは簡単だった。コージーを落ち着かせて説明し、なんとか裏を探し出した。その間も裏の幻覚たちに遭遇したが、外もまだ明るかったし、落ち着いていればイメージの幻覚は、不鮮明で CG を見ている感覚になれた。裏を見つけたが、パニック状態の裏の思い込みを消すのは難しかったため、俺とコージーは嘘をついた。俺のじいちゃん、この病院で死んだんだけど、さっき現れて俺たちを助けてくれたんだ。ヒロシ、俺、のじいちゃんが、裏のところまで案内してくれたんだぜ。じいちゃんが今、この病院の銃をねじ伏せてくれている。今だ、早く逃げるんだ。と適当な演技で裏を信じ込ませ後は、簡単に窓から出ることができた。後日、それから裏は、また気味悪がられたり、いじめに遭うのでは？と思っていたが、逆にここまで来ると大物扱いされ、先輩にも一目置かれていた。他校の生徒に至っては、裏の名は、教祖的になっていた。裏はというと、先輩の嫌がらせに付き合ってくれた上に霊から助け出してくれた。と。俺と工事に懐いてしまい、どこに行くにもくついてくる様になった。そのため、俺や工事は結構でかい顔ができる様になった。裏や周りにこの能力の正体を言わなかったのは、でかい顔ができなくなるというのもあったが、もっと大きなわけがあった。その話は長くなるので書くのはやめます。では。
ネットで見つけた怖い話。第6407は、物をなくす。体験というか体質なんですけど、物をなくしてしまって困っています。自分の持ち物だけだったら良いんですけど、バイト先で酒の切り身が一つ足りないとか、測って準備してくれてた白ごまがなくなるとかは、多分私のせいなんです。一番困ったのは、友達の落としたお金を拾おうとした時、かがんで拾おうとした時、呼ばれて振り返ったら、その間になくなってしまって、ある時、部活の先輩に相談したんですが、その解決法で今は多少改善されています。でも、いつ戻ってくるかも、どこに戻ってくるかもわからず、必ず戻ってくるともわからない状態です。ネットで見つけた怖い話。第6408は、ヨンドリットワン。時々仕事で、老人介護施設に出向く。そこには重度の地方の老人を集めた会があり、叫んだり泣いたりと、かなり騒がしい会である。そこで介護職員と打ち合わせをしていたら、横で座っていたおじいちゃんが、ヨンドリットワン。僕は、唖然とした。ヨンドリットワン。これは僕が子供の頃、弟とふざけて踊っていた時に使っていた言葉だ。その言葉に何の意味もなく、考えたのも僕であったはずだ。この言葉を知っているのは僕と弟だけのはず。幼かった弟は忘れているかもしれない。恥ずかしいが、弟と二人きりの時にだけ、ゲラゲラ笑いながら踊りまくっていた。おじいちゃんは僕の顔を凝視して、手を振り上げながらまるで踊るかのように。ヨンドリットワン。これって偶然なのだろうか。ネットで見つけた怖い話。第6409は、父からの電話。私の父が死んだ時の話。父は私が中学生ぐらいから、女、ギャンブル、酒、暴力に狂って、隠し子までいた。そんなこんなで親は離婚して、愛人と暮らしていたらしい。それでも私は、小学生の頃の記憶もあり、父とキャッチボールしたり、楽しかった日々、仲の良かった両親。父とは連絡を取り合ったりして、父のことは大好きだった。しかし、俗に言うある中状態。愛人と隠し子との暮らしも長くは続かなかったらしく、一人で暮らしていた。その頃私は、大学を卒業後、地元から離れて暮らしていた。もう精神的におかしかったのだろうか、それとも寂しかったのだろうか、朝昼夜問わず電話をかけてきた。仕事中であろうとも、電話に出るまで鳴り続ける電話にうんざりしながら、もういい加減にしてくれ、と伝えたが、それでも鳴る電話、他の知り合いにもかけているようで、周りは迷惑しているようだった。そして今年の2月、父は死んだ。その時の通夜で、親類全員の携帯電話、家の電話すべてが鳴った。着信履歴は全員父からのようだ。パニックになりながら電話に出たものの、相手は何も言わない。全員パニックになりながら、もしもし、もしもし、これを繰り返しているが、反応は何もない。父の母、ばあちゃん、が、まるまるあなたはもう死んだの。私ももう年だし、もう何年もしないうちにそっちに行くから、寂しがらなくていいのよ。と言った瞬間、他の電話は切れたようだった。私の電話は最後に、幸せになれよ。と言って切れた。大好きだった父の声に涙が出た。本当は一緒に酒飲んだり、一緒にドライブ行ったりしたかった。なんでこんなことになったのか、幸せな家族だったのに、どこで間違ったのか。そんなことを思いながら、今も父の電話番号は、俺の携帯の中にある。ネットで見つけた怖い話。第6410は、おじいさんとバス。僕が小学6年生の時の話。当時、僕は、吉祥寺にある塾に通っていました。隣の〇〇区からバスで通うのですが、
その日もいつも通り、塾に行くために僕は、バスに乗りました。バスに乗ると乗客は空で座れたのですが、だんだんとバス内は混み合い。気づくと目の前には、一人のおじいさんが立っていました。岡田真澄ではないですが、ビシッとしたスーツにハットをかぶり、スラッとした感じのおじいさんでした。僕は、席を譲らなきゃと思い、どうぞ。と声をかけ、彼は、ありがとう。と笑いました。当時小学生の僕の考えは愚かで、このおじいさん顔がシワシワだなとか、マジシャンみたいだな、とか思っていました。すると彼は、君は優しいねー、とか話しかけ、僕もそれに答えるように話が始まり、気づけば普通に話をしていました。たわいもない世間話で、会話内容で覚えているのは、塾のこととか成績の話だったと思います。また、僕が当時健在だった両親から、知らない人と話しちゃいけない、って言われていたので、それを言うと、こんな G に誘拐とかできると思う？って聞かれ、首を振ったのが記憶にあります。間もなく終点の吉祥寺駅に着くという時、僕は、ついにあれを聞いたんです。マジシャンですか？って、彼はしばらく笑っていましたが、バスが停車すると、座ったまま人差し指を立ててこう答えました。でもね、これならできるぞ。と。これってなんだ？と思っていると、乗客たちはほとんどバスを降りており、残ったのは僕たちだけ。慌てておじいさんを置いてバスを降りると、瞬間強烈な赤い光が飛び込んできて目がくらみました。突然のことに驚いて目を開けると、そこには誰もいない。さっきバスを降りたはずの乗客もいないんです。周りを見渡しても誰一人いない。車も走ってない。乗ってきたはずのバスも消えてました。でも人がいないことよりも、何より僕が一番怖かったのが、風景というか世界が赤いんです。なんていうか、赤い光を当てた世界というか、よくドラマとか映画とかで、黄色とか青とかの発色が強い映像ってあるじゃないですか？そんな感じで、明らかに異常な風景なんです。確かに夕方頃だったとは思いますが、そんなレベルの色の強さではないんです。当時の吉祥寺駅前ロータリーは、ホームレスやスケボー族のお兄ちゃんたちが多く、当時は喧嘩なんかもあって怖かったのですが、そんな繁華街で喧騒一つ聞こえない、異常な色の風景に、僕は、怖くなって走りました。映画、バニラスカイ、のオープニングをご存知でしょうか？まさにあれです。駅前通りを走っても誰もいない。僕は、泣きじゃくって、しゃがみ込んでしまいました。気づくと、目の前にはさっきのシワシワのおじいさん。僕は、戻して、早く戻して、と泣き叫びました。おじいさんは、ごめんね、と言い僕の頭を撫でると、怖がるとは思わなかったよ。ごめんね、と何度も謝りました。すると急に喧騒が聞こえ、ふと顔を上げると、普通の風景に戻っていました。横断歩道の真ん中でしゃがんで泣いていたので、周りの人からは変な目で見られてましたけど、周りには人だかりができていて、気づくとあのおじいさんはどこかに消えていました。ネットで見つけた怖い話。第6411話、天狗らしき者に遭遇。幼い頃に、天狗らしき者に遭遇したことがある、天狗か知らんけど。当時は鎌倉に住んでて、当時の鎌倉はだいぶ未開発の田舎風味だったんだ。それでイエスグ近くにでっかい山があって、そこに入り込んでどんぐりをよく集めて遊んでた。で、ある日、いつも通り友達とどんぐり集めしてた。んで、どんぐりを追ってひたすら拾い歩いてたら、友達とそれて、正しい道からもそれちゃって、ガチで遭難した。それで、そのあたりが暗くなって、誰の声も聞こえないし見えない。月明かり程度しかないしね。足元は不安定だから、幼子頃に滑り落ちたら死ぬって確信があった。それで、ビニール袋いっぱいのどんぐり抱えてうずくまって、ワンワンとずっと泣いてたんだ。そしたら、目の前に誰かが立った。すげえでかい足。
それだけはわかった。あとは何もわからん。今思うと、男の足だってぐらいか、ごつかったしって、何も言わないから、親に言われた迷子の作法として、自分の名前を言って、迷子になったと言った。それでも向こうは黙ってる。お家に帰りたい。集めたどんぐりをあげるから、一緒に来てくれませんか？ぐらいは言ったと思う。こっからが本当に俺の記憶が正しいのか、今思うと不思議。俺の前の人は、無。だか、ん。だかわからないが、少しうなって俺からビニール袋を受け取った。すると、よいとバカでかい手に尻をすくわれた。猫を片手で抱く感じか、そんな調子。当時4歳児とはいえ、尻を足つかみにする手だぜ。恐ろしくでかい。それで、父親の肩車よりずっと高い位置に移動するのを感じて、一回それが下がって、急にまた上がった。気がついたら、眼下に鎌倉全景が見えた。驚いたけど、俺の家は駅の近くにあったから、駅の方を見て、あっち、とか言った。するとまた、天狗？はうなった、で、木々の上を跳ねてるのか飛んでるのかわからないような感じで、あっという間に山の入り口あたり、街灯が見えた。そこで降ろされて、ありがとうを言おうと思って頭を下げてあげたら、もう何もいなかった。家に帰ると、警察は来てるわ親は泣いてるわで大騒ぎ。その後、俺は、山への出入りを禁止されたんだけど、しばらくはこっそり山に入って、お菓子とかを目印になりやすい木のところにお供え、してた。ネットで見つけた怖い話。第6412話、デイダラボッチ。これは俺が小学校3年か4年の時に体験した話。ある町で、何年か前から放置された巨大クリスマスツリーが邪魔だと問題視されていた。俺の家はマンション経営していて、その4階に住んでいた。かなり離れた町なのに、4階のベランダからでもよく見えるほどの巨大なクリスマスツリーだった。そのツリーのせいで道路が見えにくく、交通事故が多発していたらしい。市がどうにもしないので、みんな困っていた。その日は一日中大雨で、その影響か、夜に雨が止んだ頃には空が一面ピンク色をしていた。俺は、空が気になっていたため、カーテンを開け放しにしていた。水曜日だったので、ドラゴンボール Z を見ていた。ちょうど海王深海で、サトシ飯が Z ソードを抜く話。しばらく見ていると、突然テレビ画面がぶらつき映像が見えなくなった。なんだよいいところだったのに、と、テレビを叩いても直らない。その時だった。ふと外を見ると、妙な違和感を感じる。空がピンク色なのを覗けば、いつもの見慣れた風景なのに、なぜか不自然さを感じる。俺の住んでいるところは盆地なので、外を見渡すと山が連なっている。山の前に目をやった。なんと、巨大な人型の物体が歩いているではないか。一瞬目を疑ったが、どう見ても巨大な人間が歩いているようだった。そして、その巨人の手を見ると、あの邪魔だったクリスマスツリーを持っていて、どこかに運んでいるようだった。30分くらい見ていたはずなのに、テレビが直って続きを見ると、時間は1秒も経っていなかった。後日、例の町に行ってみると、ツリーはもうなかった。近所の人に聞いても、ツリーは初めからなかったという。友達に話したらバカにされた。でも俺は、確かに見たんだ。あれは妖怪、デイダラボッチ、だったのでしょうか？未だに謎です。映像に残せばよかった。ネットで見つけた怖い話。第6413話、気をつけて。小学生の時に、妖像ってやつがいた。俺が覚えてる限りのことを話すと、妖像は同級生の雪男ってやつに、水に気をつけて、と言った。すると雪男はそれから4年後、友達と海水浴に行った時に、深みにはまって死んだ。また妖像は、
当時担任だった女の先生に、先生、子供には気をつけてね。先生はそれから3年後くらいに、結婚して妊娠したのだが、出産の際に出血がひどかったらしく、子供を残して亡くなったらしい。病蔵は他にも、クラスのいろんな奴に予言、をしていた。しかも、言ったことをすべて的中させていた。病蔵は小学校を卒業と同時に、九州に転校していった。病蔵は俺の地元じゃ、今も伝説的に語り継がれている。話は変わるが、俺は、最近久しぶりに地元に帰り街をぶらぶら歩いていると、偶然に小学校の同級生だったひろゆきに会った。懐かしさに二人で公園に行き語り合った。そして話の話題は病蔵になった。ふとひろゆきは、俺も実は病蔵に予言されたんだよ。唐突にひろゆきは話を始めた。病蔵に、集団には絶対気をつけるんだよ。って言われたんだ。そんな曖昧なこと言われても困るな、わら。と俺は、言った。いや、そうでもないんだ。俺実は、今やばい仕事やってんだよ。なんつうか、人から恨まれるようなことをよ。俺は、その時、何の仕事なのかをひろゆきに聞けなかった。集団だろ、多分リンチかなんかにあって殺されるんじゃねえか、わらははは。俺は、笑えなかった。不安か？と俺は、聞いた。大丈夫。柵は練ってるんだ。帰り討ちにしてやるよ、ははははは、わら。ひろゆきは強気だ。ネットで見つけた怖い話。第6414話、サイマ。何が何だかわからないから、ここに書かせてくれ。今日の話だ。テンパってて、何から書いていいかわからくて長くなってしまうけど、助けてほしい。俺の友達のこと。田舎から上京してきて4年目。今年の3月に高校時代の友人。サイマ、あだ名が、俺の事業立ち上げに参加するために会社を退職し、上京してきた。サイマが住んでる場所は、俺の家から徒歩10分ほどの場所。事業派全く活動しなくなって、ここ数ヶ月は毎日、仕事探そうぜ的な会話ばっかしてた。何が言いたいかというと、毎日のようにあっては、仕事早く探そうぜって言い合ってた友人が、突然消えたんだ。俺は、23時から深夜のバイトやってるんだが、昨日20時ごろ、俺が寝てる時にサイマが俺の家に来た。インターホンでも目が覚めない時は、サイマは毎回割れるように窓ガラスを叩く。それで一瞬目が覚めたんだが、あまりにも眠いし寝ぼけ状態で、スルーしたんだ。今回が初めてじゃなく、よくあることだ。サイマも、お前どうやったら起きるんだよ、わら。みたいな感じだった。だから、昨日のことでブチ切れてるわけじゃない。お互い何しても怒らない関係なんだ。バイト終わって、先ほどサイマの家に行った。あいつはインターホンですぐ飛び起きるやつなのに、なぜか出てこない。駐輪場見たらあいつのチャリないから、出かけてるんだなって思って、電話かけたら現在使われておりません。3階の彼の部屋を下から見ると、カーテンがなく、物欲しさ思いつも外から見える鏡もない。部屋の中を見ることはできないけど、誰も住んでない感じ。サイマが消えやがった。隣の駅に地元の共通の友人がいる。2週間に1回は3人で飲んだりする。ので、即電話。俺、サイマどこ行ったんだ？引っ越ししてる感じだぞ。友人、サイマ？どういうこと？俺、いなくなっちまったんだよ。電話も通じないし。友人、サイマって高校の？どこいるの？俺、どこいるのじゃなくて、部屋がすっからかんなんだ。友人、え？意味がわからん。いくら説明しようと、もともと番号知らないし、そんな仲良くもない。という。サイマがこっちじゃ維持できないからと譲り受けた。お前が今乗ってる車はサイマからもらったんだろ？と聞いても、これは会社の先輩からもらったと言い張る。完全に友人から、上京してきたサイマの存在が消えていた。
こいつふざけてるんだなって思って、複数の地元の共通の友人に、サイマどこ行ったか知ってるか電話。みんな、あいつ今頃何してるんかなーって感じ。卒業してから会ってないというやつも、おいおい、たまに帰った時一緒にみんなで遊んでるじゃないか。卒業アルバムを見る。やはり、サイマはいる。みんなから、高校卒業した後のサイマの存在が消えてる。なんなのこれ？さっきアルバム見て、サイマの実家に電話。仕事に行ってるとのこと。死んでないし、卒業後普通にみんなで遊んだり、上京したことももちろんたくさんの人が知ってるわけだし、なぜ1日で存在が消されてしまったのか恐ろすぎるんですが、俺の手元に、税務署から届いたあいつの書類もあるんだが、俺は、自称じゃないぞ。至って普通に生きてきた。とりあえずまた夜、サイマの実家に電話して本人と話してみる。友人がもらったっていう車の、前の持ち主の名義って、自賠責の証書に残ってない？税務署の書類ってのは、上京して一緒に事業やってた証拠になるもの？一緒に事業やってた時の記録に、マジ誰が見ても絶対そこで働いてたよ、ってなものはある？住んでた部屋、アパートの管理人には話を聞ける？状況を、携帯でもいいから写真とかは撮ってない？続報待ってるよ。サイマさんはどこへ？なぜか、あなただけ、が彼を一番最近まで覚えてるんだね。でも、あなたはきちんとした文章を書いているし、正常だと思う。謎はきっと解き明かせるはず。捜査の前に心の準備をしてください。危険を感じたら引き返すのも一つの手です。応援します。379、上京後の友人の姿が記録されているものや、動画、静止画、媒体も問わない。その友人が成立時において直接的に関与した人工物、例えば手紙やノートなどはどうなっている？ 383、それだ。車の書類友人に確認してみる。税務署からの書類は、彼宛に届いたのと自分宛に二つあります。共同経営ってことだったので二人での取り決め。廃業するときはお互いの合意を得るなどの、契約書をお互い持ってます。俺も持ってるし、今見てもお互いの住所印鑑をしてある。マジ誰が見ても絶対そこで働いてたよ、ってなものはある。事業としての収入が1円もない。むしろ活動皆無だったので、二人でやってたという証拠はないです。でも彼は確実にいた。昨日も昼間ジム行ってプールで泳いで、その後マックで100円のコーヒー飲みながら、だらだら喋ってたのは事実。月曜発行のタウンワーク見て、サイマこれやれよ、わら。って喋ってたのに、サイマが住んでた部屋も、俺と友人とサイマと三人で物件回りして決めた部屋。誰もが知ってるミニバスに、全く関係ないと思うけど、孤独死の事故物件でした。初めて見に行った時、神主さんがお祈りした後ということで、部屋中塩だらけ。7万8千円のマンションが3万6千円で、金がなかったのでサイマは大喜び。俺らは最初怖くて部屋に行けなかったけど、最近はそんなことすら忘れてました。383、写メは、サイマから着信があった時に出る画像用に1枚撮ったんだ。もちろんその写メもある。サイマの着歴もあるし、メールもある。だって普通にいたんだよ。一昨日2000円貸したし、みんなの記憶がない。むしろ、みんながおかしいんじゃないだろうかと、壮大なドッキリやるようなノリがある連中だけど、サイマの実家のお山で参加してるとは思えないし。384、危険な香りはないんだけど、なぜ存在してた彼の記憶がみんなからなくなってるのか。今日の夜も、窓を叩くサイマが来たら震え上がるかもしれません。殺されると思って、俺が先に何かしてしまった瞬間に、現実に戻されたら人生終わりますね。気をつけます。385、物体としては全て残ってます。サイマから拝借した PS2 のメモリカードもあるし、あいつが置いてった求人紙もあるんです。サイマは生きてるようだし、サイマに車をもらった友人に電話しました。書類多分ねえぞ、とか言ってるのです。
先週の土曜に3人で元妻馬の車に乗って、浦安市の花火見て、幕張の人工砂浜まで行ったんです。間違いないです。友人は、俺と二人で行ったって言い張る。あまりに分かってくれないので切れてしまったけど、仕事終わったら来てくれるとのことです。俺の彼女にも聞きました。俺、サイマがどっか引っ越しちゃったんだよ。彼女、サイマって〇〇、俺、の友達？会ったことないけど。今はすごく冷静です。ググってみるものの、同じような経験した人が見つかりません。388。サイマさんのこと以外で、変なことはありませんか？例えば、近所の風景が微妙に違う気がするとか、テレビや新聞の内容に違和感を感じるとか。ミニミニの担当の人に、サイマさんと連絡が取れないって言ってみたら、ミニミニの人がサイマさん覚えてるかもしれないし。不動産の担当って、大体自分が担当した物件の連れとかまで覚えてるからわかるはず。389、何も変わってないです。394、今不動産に電話したんですが教えくれません。すぐに直接行ってきます。マジレスすると。みんな知らないふりしてるな。サイマはわざわざ仕事辞めて上京してきたんだろ？お前と事業すると言いながら、仕事はなくバイト生活。お前、サイマに何か無理強いしなかったか？みんなも親も、サイマをかくまってるんじゃ？憶測だからな。全然違ったらごめん。不動産に行って、事故物件を一緒に見に行った。でなんとか通じたんだが、サイマは7月いっぱいで出たらしい。聞いた瞬間震え上がった。402を見て、ふりしてると思えてきた。でも無理強いはしてないし、一度東京に住みたくてしょうがなかった。って勝手に来た感じ。夜、サイマの実家に電話してみます。それまで寝ます。サイマのものです。昨晩サイマの実家に電話して、サイマと話しました。高校出てから同じとこにずっと勤めてるけど？って言われました。俺と会ってないと言い張ります。俺に対して久しぶりって感じでした。どう考えても演技してるように思えません。車を買った友人も昨日来ました。携帯も見せてもらったんですが、サイマの名前はなく、着歴も受信メールも、偽装した感じはありません。彼は俺の幼馴染で、親同士もとても仲がいいのです。嘘を言ってるように思えません。彼女はサイマを数回見たことがあるだけな感じなので、彼女まで巻き込んで演技してるとは思えません。先日からどもりが発症して、ここ数日ひどくなってきたで、精神科に行こうと思ってます。ちなみに、サイマの携帯番号とメアド教えてもらいましたが、先日までの番号とは違いました。以上です。今日のオカルトスレ。シャレコアジー。あそこに入ったら、あかん。子供。なんで？疑問。ジー。あかん。子供。入ってみるんを。ジー。ゴルアーなんで入ったにゃー。あそこにはなー。昔処刑場があってだなー。ペラ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 ー。再発二元へ。リンク。クソガキ。処刑場とか肝試しにぴったりやんけ。入ったろ。年寄りが楽器に理由言わんのはなんでなんやろな。ちょっと敷地内に入っただけでウッキウキで呪う幽霊さんサイドにも問題はある。そりゃもうダチョウクラブの精神よ。B 君。なんだよ、ビビってのか？ここで発狂する模様。神主、お前らあそこに入ったな。理由を知るだけでアウトなやつもあったような。寺の住職、なんてものを連れてきたんだ。凝縮された極小サイズの地獄とかいうセンスの塊。シャレコア、シャレにならない怖い話。リンフォン DNFONE。リンク。なおうちの弱さ。題材や文章はええのに落ちで無駄にした感が半端ない。セキュリティがバガバすぎんだよなぁ。ちゃんと封印して、どうぞ。楽器、お札やんけ。剥がしたろ。
理由言ったら言ったでガキ大将が度胸試しに行こうとか言い出すから結果は同じ。キチガイビーバー。キエーイブ殺したるー。結局一番怖いのはこれなんだよなー。危険な好奇心とか。リンク。危険な好奇心ほんと好き。レイ。最初は音や気配でビビらせてやるんを、これなんなの？姿現すまでに段階踏まないといけないルールでもあるの？レイ。めんどくさいから適当でいいか、レイ。これだけやって帰らんとかほんまつっかえ。おじさんのこと怒らせちゃったねー。こうやろ。最近のヒットは死後結婚やな。恐怖とは違うが。まとめですまんが。リンク。首都高トンネルから旧日本軍塹壕通って謎生物のいる井戸に半端役座捨てに行く話す子。リンク。旧日本軍の塹壕って本当にまだ残っとるんか？少なくとも福都新線の池袋を渋谷は元あった空間を利用して作ったんじゃないかと言われてんな。王道やけど近畿先は面白かったなぁ。リンク。あれもええな、やっぱり全部説明したらあかんねん。意味不明な部分が不気味さを引き立たせるんやな。やっぱりレジェンドは望遠鏡でガリガリのやつ見つけるやつやろ。リンク。短くてちゃんと怖いのがええね。この騒動に巻き込まれた兄は精神が崩壊し今は糞尿を垂れ流して笑っています。こんなことを詳細にネットに書くって人間としてどうなの？なんか草。あっさりとした日常的な話が見たい。この間の運勢怖い話部のブックオフの話をとかよかったわ。セミの話とか。俺的にシャレにならない怖い話。幽霊とかじゃないんだけど。バイクが趣味でお盆休みいっぱい、帰省も兼ねてあちこちおうろうろしてた。で、休みの最終日の夕方、また一人暮らしのワンルームマンションに帰ってきた。一週間、誰一人入るもののいなかった独身男の部屋は、むわっと蒸し暑い。クーラーをつけて熱いシャワーを浴びて、ビールの缶を開けてソファーに座り、一息ついたその時。じじ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 じ。部屋の中に大音量で奇妙な音が鳴り響いた。音がした方向を見て、俺は、え？と固まった。白い壁に、セミが10匹ほど止まっていた。そのうちの1匹が、人の気配を感じてか、急に泣き出したのだ。気持ち悪い。だが、俺も男だ。別に、虫が怖いわけでもなし。どこから入ってきたのだろう？換気扇などと思いながら、壁のセミの群れに近づいて、ゾッとした。そのセミの、一匹一匹が、壁に虫ピンで固定されていた。泣いたセミ以外の他のセミは、すでに死んでおり、すっかり乾燥していた。とりあえず、警察を呼んだ。取られたものなし。変質者の仕業であろう、という結論に。鍵をかけ忘れた小窓から侵入した可能性あり、と、5F なんだけどね、俺の部屋。セミの乾燥の具合の程度が異なることから、何日にもわたって変質者が、俺の部屋に居座った可能性もある、とのこと。あらかじめ、死んだセミを持ち込んだ可能性もあるけど、生きたセミもいたことから、最悪、その日の朝くらいまで変質者がいた可能性も、さすがに気持ち悪かったので、冷蔵庫の中のもの、飲みかけのウイスキーのボトルの中身、全部捨てた。セミと虫ピンは、警察が全部持っていった。あれも怖かった。普通に生活して出会いそうな怖さがええねん。職場で丸山から、今すぐ下のフロアに行きなさい。って指示されてみんなで降りていったら途中でそんな社員いないって気づいたのが一番怖かったわ。戻ったらその丸山を名乗る社員が事務所を荒らしてて突き飛ばされて一瞬気絶したわ。怖いんごねえ。企業スパイかなんかやったん？100回単位でデパート荒らして生活してるプロの窃盗犯だった。階段のところで団子状態になってる光景は10年経つ今でも忘れられんわ。見ると発狂する。そいつの特徴は、ペラ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 。これ最近オンジェイで見たやつだけど短くて好き、
天井によく見ると、俺のおかげ。って傷が掘り込まれてて、文言となぜそんなとこに書いたのかっていうシュールとで笑ったけど、いろいろ背景を想像してるうちに何か奇妙な気持ちになった。大工の仕業やぞ。山の毛とかいう恵まれた前半からの5ミリ以下の後半。リンク。一家全滅してるのにニュースにならない不思議。に、ほ。焦ったり怯えたりしてるのに超セリフを詳細に記憶してるやつ。三、左。怖い怖いと言いながら屋根も引っ越しもせずにそこに居続けるやつ。四、一、幽霊が出てから実は。戸隠者レベルに詳細を語るやつ。五、右。自分がいかに鈍感か自虐風に語るやつ。六、言う。いろいろひどい目に遭ってる人を見て。またまたって笑うやつ。七、三、オチに出てくる。幽霊？ああもう慣れたわ。怖いのは人間。って感じのやつ。八、中、ちょ www 先輩やめてくださいよ。って雰囲気のやつ。九、とう、ラノベみたいなセリフのやつ。あかん理由言っても一部のバカが入る定期。小学校でシャーペン持ってきたらあかんのはコンセントにシャーシン刺すアホがおるからなんやで。死ぬとか殺すとかも怖いけど。結局あれは何だったんだ。みたいなのも好き。恐怖って何かわからんものにするしね。鹿の丸はナスコ。でも堂々と矛盾があるのが気になるで。リンク。リゾーダー。おしまい。